私、アマゾンにてポイントがたまりましたので、ポップコーンを購入いたしました。マイクロウェーブポップコーン、ポップコーン。 Who made the chicken? Who made the chicken? Why? I love it! Yeah! 143? おがちんもこんばんは。143って今こんばんは読んでんだよ。トマトラ待ってめ、こっそらバズそば食いポテトチップスも食った人間だぞ。143.3なわけがない。147ぐらい言ってるからおかしいんだよ。143クーグルこんばんは。ヒロキにもさ電話したやん。何を？セブンイレブンにマルそばが売ってるっていう。ああ、みんなビッグニュース、あのレイバードが進化してさ最高じゃん。バー懐かしいの出てきたな、レインボーアート。今なら売れ残ったあの野球上手くなる木につけるやつもついてくるよ。ヒットアウェイのおかげで息子がレギュラーになったよ。将来が楽しみだな。リングフィット切り身作るんですか？作るよ。もう159回作ってるけど何か何か、うん、クリスプあったで。あったよ。あれしか食ってないの？ああそうだよ。嘘、少なと思って朝見た時クリスピーだけなくなってる。あれ、あ、他に2個残ってる。うん、わーってだって。え、正直骨付きのケンタッキー骨がめんどくさくて食べたくない。うわー、思想歪んでやがるこいつ。歪んではいないよ。綺麗に食べれないからさ、あんまりなんか申し訳ない感じもするし。ヒロキ何個すんとこまでコリコリっていかないもんね。うん、あれ気合い入れないと食れない、あそこら辺まで。マジで俺全然余裕なんだけど。だから骨付きのやつはあんま食べたくないな。皆様、これが反社会勢力でございます。反カロリー勢力だよ。反カロリー勢力でしたか。いやー、失敬失敬。俺と翔平は敵対しているんだ。カロリーの権化。ああ、見るだけで太る。やっぱ骨付きよりクリスピーチキンの方がうまい。いや、味もね、クリスピーチキンの方がうまいんじゃん。なんなら。いや、同じ同じ同じ。クリスピーチキンは中まで味が染みてんだもん、ちゃんと。いや、普通のケンタッキーは表面の皮とかうまいんだけど、その後の中がただのチキンすぎて。もう、なんてこだ。ダメだ、俺と翔平は分かり合えないんだ。そもそも体重が違うからな。そしたら今視聴者全員に分かち合えないよ。お前だけが孤立している。まあ俺一人で王国作れるぐらいカロリーあるからいいもん。待っていいよ。黙れ。なんて言った。ブワー、ああ、誰からどういだ。1万もありがとう。よし、どこ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 にいる、いつ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 で。いや、誰ゲラタブルブラキオサウルスどこにいる。一枚で動くジュークボックスなのお前。ダンサーまで中にいるから。キリ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 トゥナイトララ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 ラ。入れたら踊ってくれるの。おい、猿か何かやばい。もう猿やん、あんま猿やん俺。スパチャダイエットはやばい。実際痩せそうじゃね。スパチャダイエット必ずやらなきゃいけないからさ。お前死に物ぐらいやるだろそれ。カルニーナが200円くれたよ。200ざまない短っ。200円くらいだろ。でも声量と仕草、あと顔顔サービスだよ。俺痩せるわ。痩せてるだろ。このやりとり好き。まず8000投げたフィーリングで頼んだ。逆にマイケル・ジャクソンいっとく。やばい。やばい。ゆりやばい。家ぶっ壊れるかと思った。エレメフェオのシャッフルダンスでもいけるな。こっちの方がいけんじゃない。やばいやばい。
機敏なのやめろマジで。なんでだよ。デブが機敏で何が悪い。踊れと。まあでもいいなと思って。お前が回ってるから回る肉でケバブ来てんだけど。言ってんだ。そうだろ。さあ横にあっとってる人いるじゃないかお前。ケバブ屋の怪人。ただいっぱい注文する人じゃないけど、ケバブを。ロジャースブラザーさんってフォートナイトやってますか。それはスーパーのロジャースやん。スーパー兄弟だ。スーパーが違う。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。筋肉、卵、フライパンの上に目玉焼き。おーしー、あれだろ、 I'm built different のやつでしょ。 I'm built different。 おーしー。今日からお前がひろゆきで俺が醤油って言い続けたらみんな勘違いするんじゃね。ひろゆきさんうるさいですって言われちゃう。ごめんな。その勘違いされてるのはおもろいな。来年にはもうどっちがどっちか分かんなくなってる。なんなら人入れ替えてもいいな。違うデブと違うガリでいるっていう。デブとガリって呼べばいい。正解だ。一つの正解が出た。翔平さんってなんでそんなルリンスリムなんですか。なんでやろな。真面目にやってきてるやん。おお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 やめてください。やめてトラが最近彼女できたって。おめでとう。 NO！ おめでとうございます。 NO！ みんなに彼氏彼女ができるたびに一緒に10キロスでいきます。ありがとうございます。ナイフで先を落としてね。クラッ。ちなみに僕も彼女できたで。ただの厄介男。 NO！ やり直してもう。関係ないわ。いやもう聞いて聞いてもどんどん足から力抜けてくんだよ。こしたらよ泣けんじゃねえ。いやスネってあれか、吸い取られるんかお前。シュー、俺いつでも空いてるからって。一緒に酒飲みに行こうぜ。つい他に彼氏彼女ができた人いませんか。安いよみたいな考えで言うんじゃないよ。あわおなわおもいます。 NO！ 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 God bless NO！ Please NO！ NO！いやー、空もはーいって言ってる。あやたろう、彼女作ってきました。あー、これ14人いたらさ、もう俺存在消えるやん。ひょっひょっひょっ。音やめろそれ。昔のツイッターの更新音みたいな。更新音で俺出てくるか。あこの配信生きがいだから痩せた分だけ毎月お金に送りに来るんでって。うまく痩せられているのか、翔平は。そして翔平が痩せたら生きがいを失ってしまうのではないかという。痩せたらさ、もう新聞紙載せてくれ。本当？まだ翔平さんが痩せましたっつって。おー、本当っつって。新聞紙で包んでやるよ。いや、切り盛りしてーっつって。いい燃料だ。あ、そっち。そっちか。パーフェクト。いやー。142.9。ドー。なぜ100ナイト突然減ったな。トゥナイトトゥナイト。シェル靴下赤ちゃん入りそうやね。入るか。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。もしこの兄弟を気に入っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。その他の動画もチェックしてくれると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ずっとそれ。